こんにちは。Adobe の画像生成 AI、Adobe Firefly がやっとね、日本語に対応するようになりました。こちら、Adobe の Firefly です。動画のね、概要欄に URL をね、貼っておきますので、そちらからご利用くださいませ。はい、日本語対応になりましたね。よかったです。じゃあ早速ね、テキストから画像生成やっていきましょうか。生成クリックします。はい、そしてここにね、プロンプトをね、入力するんですけれど、なんて入力しようかな。夏のある日、カフェでパフェを食べている、女性にしましょうか。で、これこのままエンターキーを押すか、また生成ボタンをクリックするかで生成されます。デフォルトはね、これ正方形の画像になってます。とりあえずこれで画像を作ってもらいましょう。あ、これアートになってますね。おお、なかなかいいアートができておりますね。これグラフィックもできます。グラフィックに切り替えましょう。クリックします。どうなるのかな？グラフィック。あ、グラフィックもアートも似てますね。はい、じゃあ写真に切り替えます。どんな写真になるでしょうか。まあ、日本語のプロンプトが使えるようになったってことは非常にいいですよね。おお、なかなかいい感じの写真が出来上がってますね。これなしにするとどうなるんだろう。なしってあまり使わないんだけれど、なしは何だろう。アートっぽくなるのかな。写真になるのかな。あ、写真とかアートっぽく、まあ、写真になるのかな。まあ、写真でもいいし、この正方形のやつをワイドスクリーン16対9に切り替えてみましょう。すると背景もなんか綺麗に入ってくるんじゃないかな。どんな感じになるのか時間かかりますけれど、この待つ瞬間が、まあ、楽しみっていうかいいですよね。ああ、なるほど。はい、こんな感じで出てきますね。これを女性を男性に切り替えようか。しかも日本人男性にしましょうか。はい、これで作ってもらいましょう。男性がカフェでパフェを食べているという状況ですけれど、どんなのが出てくるかな。時間かかるけど出てこい。お、出てきた。ああ、なるほど。はいはいはい、なんだこれ。これスプーンが曲がってる。これおかしいけど、あとのはまあいいですね。これグッドにしましょう。よかったですと、まあ、これもまあいいですよね。はい、こんな感じで、日本語、プロンプトができますね。じゃああと1個、何にしようかな。前もって貼っておいたらコピーしたのがあるんで、これ貼りましょう。僕たちが見たかった青空を男の子と女の子が見上げる、これを生成しましょう。どんな青空とどのような男の子と女の子になるのかな。面白いですよね。出てこい。時間かかってますけど、あ、出てきた。ああ、なかなかいいじゃないですか。これもいい、これもいい。なんかアジア系の顔ってなんかいまいちなんだけれど、はい、これいいですね。グッドにしましょう。これもまあまあいいかな。はい、もう一回更新しようか。いいんじゃないですかね。さあ、次はどんな感じになるのかな。出てこい。時間かかりますけれどね。結構時間、お、出てきた。お、人数増えて、空を見上げている。ああ、いいじゃないですか。はい、こんな風にしてプロンプトをね、日本語で入力することができるようになりました。一回これまた元のページに戻りましょう。はい、ホームページに変わりました。以前ねご紹介した生成塗りつぶしとか、
テキスト効果とかもあります。他にもね、生成再配色 3D から画像生成、画像拡張とかありますんでね、またこれね次回以降動画でご紹介していきたいと思います。はい、Adobe Firefly ベータ版が、日本語に対応しました。はい、 Adobe Firefly ベータ版が日本語に対応したということで、日本語のプロンプトもね使えますんで、まあ、これまで以上にね、まあ、楽しい画像をね、生成することができるようになるのではないかなと思ってますんで、皆さんぜひね試してみてください。はい、Adobe Firefly ベータ版の URL はねこの動画の説明欄に貼ってますんで、そちらから、ご利用くださいませ。はい、ということで今回はこの辺で失礼します。チャンネル登録、そしてよろしければね、メンバーシップのご登録もよろしくお願い申し上げます。